スペシャルマッチ第2試合、中野かヤーブローか。元ユーの名にかけて、ユーの信者の目の前でヤーブローを倒したい中野達夫。一体どんなファイトを、どんな技を見せるんでしょうか、エマニュエル・ヤーブロー。赤コーナー、エマニュエル・ヤーブロー。まさに超異色対決ですよ、これは。本当ですね。でも体の大きさが違いすぎますね。錦よりも、あのアンドレよりも重いのはヤーブローですからね、はい、中野はどう戦えばいいですか。いや、僕あの実を言うとですね、はい、作戦は聞いたんですよ、まあ、とにかくあの回って距離を取って倒すってこと言ってましたけどね。中野が言ってましたか。はい、まあ、距離を詰められたら危ないんじゃないですかね。そうですか、はい、その距離がとにかくポイントですかね。はい、はい、そしてこのバーリトゥードルールというね、はい、中野の未知の領域、これがちょっと心配ではあるんですけども。ゲームに乗りました。ヒックを放っていく、これちょっと、これ中野にとっては不利ですね。不利ですね、まあ、ちょっと納得いかない部分もあるでしょうけど、ね、形も若干当然変わりますからね、はい、このままスタートになりました。危ない状況、崩れ上四方、310キロが中野の顔面にのしかかっています。これ息ができないんじゃないですかね。いやー、逃げてほしいんですけどね。無理ですかね。ちょっと下半身をね、動かすんですが、はい、あ、今膝を狙ってきました。感じですね、はい、あー、ダメです、ダメです。試合終了のゴングが今鳴りました。圧殺、元優が敗れた。ショックでしょうね、赤コーナー、エマニュエル・ヤーブロー選手の TKO 勝ちでございます。これ、KO ナイフ。